古代の大皇族蘇我稲目の墓との見方が出ている奈良県飛鳥村の都塚古墳で16日現地説明会が開かれ、考古学ファンらが田んぼの中のあぜ道に列を作りました。6世紀後半に作られたと考えられている都塚古墳は、一辺の長さがおよそ40メートルと、当時の天皇陵にも匹敵する大型の方墳、正方形の古墳です。調査の結果、墳丘が階段状に沈みされた例のないピラミッド型と分かりました。一帯は当時、有力な皇族の蘇我氏の本拠地だったことから、570年に亡くなった蘇我稲目の墓という見方が出ています。